動作中のニュートンの揺りかご、ニュートンの揺りかごは運動量保存則と、力学的エネルギー保存の法則の実演のために作られた装置である。英語ではエグゼクティブボールクリッカーといった別名が、日本ではカチカチ玉といった呼び方もある。なお、この名前はアイザックニュートンにちなんで名付けられたものである。衝突球ともいう、情景のアニメーションに示されているのが、 この装置の基本的な構成である。同一の大きさのいくつかの金属球が静止した状態では互いに接するように枠に紐で吊るされている。金属球は同じ長さの2本の紐で V の字を書くように吊られている。このためすべての金属球は同一平面上を動く。ニュートンの揺りかごの動きの球の数による違い一つの球を引っ張って離すとその球は 他の静止した玉へ向かって衝突して静止する。この瞬間、金属球がぶつかったのと逆側の玉は最初の金属球と同じ速さでこう描いて飛んでいく。そして逆の玉が並んだ玉に戻ってぶつかるとまた同じ現象が起きる。この動きを最初に見た時には直感に反しているように思われ面白く感じるかもしれない。例えば人の列に 後ろから衝突していった時には列の先頭の人が運動エネルギーを得て飛び出していくということよりも列全体が動いてしまうと予想される。しかし中間の金属玉は静止したままのように見える。実際に中間の玉を指で挟んで持っていてもこの装置は動き続ける。これも直感に反しているように見える。止まったままで動きを伝えているからである。 実際には最初の玉の衝突が衝撃を生み出し、その衝撃が中間の玉を伝わっていくのである。バスに並んだ人の列と違って、鉄のような硬い物質は衝撃力の伝達に優れているのである。この衝撃波は物質の中を音速で伝わっていく。鉄の中での音速は空気中よりずっと速く、数センチメートルほどの短い距離を伝わる時間は、 人間には捉えられないほど短い。これは、金属球の中を物理的な歪みとして伝わっていく、衝撃波についても言える。理想的な世界では、この動きは永遠に続くが、現実には激力を100%伝達できない。そのため、金属球のエネルギーは、吊るされた日も、空気抵抗あるいは音といった形で失われる。振動が終わりに近づくと、中間の玉も、 少しだけ揺れる。もっと興味深いことが、複数の玉を最初に衝突させた時に起きる。五つの玉を持つ揺りかごで考える。二つの玉で始めた時には、反対側の二つの玉が対象に飛び上がって往復する。運動量保存速を満たしていても、反対側の一つの玉が倍の速度で飛び上がるとか、四つの玉が半分の速度で上がるといったことは起きない。これは、 対象な動きだけが運動量と運動エネルギーの両方を同一にするからである。もっと多くの半分以上の玉を最初に衝突させた時には真ん中の玉は振動の中断や再開なしにそのまま動き続ける。運動量保存速と力学的エネルギー保存速から金属球の運動が求められるのは金属球が2個の場合のみである。もし金属球が R コアルならば、初期状態から算出されるべき、未知の速度も当然ながら、R コアルことになるからである。さらに、観測結果には、衝撃波が紐を伝って消失することなしに、隣の玉へ伝播されなければならないという条件も、付け加わる。この装置によって示された、原理、二つの物体間の衝突についての法則は、17世紀、フランスの物理学者、 エドム・マリオットによって証明された。ニュートンはその著書、プリンキピアにおいて、マリオットの功績に謝辞を呈している。主として、物理の実験などの教育用途に用いられるが、インテリアとしても使用されることがある。EN、アメリカンサイエンスサープラスにある巨大な、ニュートンのゆりかご近代的な、ニュートンのゆりかごの発明者については長く混乱があった。 ニュートンのゆりかごを初めて名付け、定番の置物として制作したのは、何の証拠もなく、カナダの無名の設計者だと考えられていた。しかし1967年、英国人の俳優サイモン・プレブルが、ニュートンのゆりかごという名前を考案し、自身の会社で作られた木製の装置に対して、そう命名した。最初、理解のない販売者からの抵抗があったものの、プレブルと彼の会社は、 ロンドンのハロッツでニュートンのゆりかごの販売を始め今に続く置物のマーケットを作り出した。世界最大のニュートンのゆりかごはクリス・ボーデンによって作られアメリカ・ミシガン州のカラマズーにあるギーク集団が所有している。これは公開されており科学と技術のデモのために使われている。このゆりかごは20個のボーリングの玉からできていて 一つの重さは6 8ラムで天井の金属でできた枠から太い綱で吊るされている。この綱は6.1メートルもの長さがあり、この綱によって玉は地上からおよそ1メートルの高さに吊られている。また衝突球が世界最大の大きさの揺りかごはウィスコンシン州のミルウォーキーにある小売店アメリカンサイエンスサープラスに展示されている。 それぞれの玉の直径は26インチで鉄の輪によって吊るされている。ありがとうございます。